もういい加減にしてよね。酔っ払うたんびに毎回毎回。いや、すまん。この前だって薬屋さんのカエルの人形持ってきちゃって、客人だ、布団を敷けって、どないらして手がつけられないから敷いたんだから、カエルにお布団。あれは、まあ、押し入れの中にまだいるのよカエル。後でお父さん返してきてよね。いや、面目ね。今度は今度で、命の恩人とかいう人を連れてきて、あの人、一体誰なの？おはようございます。やだ、今の聞いてました？
昼の休憩時間なんです。あの、昨日は本当すみませんでした。ちゃんとお詫びしなくちゃいけなかったのに。お店ではお客様との私語が禁止されてて、慌てたらなんかお菓子の説明になっちゃって。
の件のお詫びすらまだちゃんとしてませんでしたし。
間でしたね。あ、そうですか。そうですよね。いいえ、お粗末様でした。